おはようございます。バッチステーションのジャンジャンです。本日新大録です。僕楽しみにしてました。新花の刑事列一刀両断でございます。はい、本日お邪魔させていただいてますのがピア横浜モアーズ店さんで、刑事の導入が13体という形になっております。おはようございます。お願いします。てあれどうしよう、俺21だ13だでしょ、ちょっとやばいな、まあ、とりあえず入りましょう。おはようございます。お願いします。どちらですか？皆さん揃ってきました。大丈夫です。ではスノパッチ無事取れましたので刑事頑張っていこうと思います。じゃあまず打つ前に枠ですね、まずスノパッチ入金さん第1弾で、こちらもう弾出てこないのでここのデジタルに持ち玉すべて表記される形になります。で点撃ボタンはそのままで、こちら大砲編ものこちら入賞時ランプで、出てきますので結構大事な役割を示しているのと、花の刑事っていうねいい感じに上が見える形に、なっております。はい、では頑張っていきます。ガテブリン。はい、おはようございます。スラパッチステーションのジャンジャンです。はい、無事取れました。いい花の刑事列一刀両断。花の刑事シリーズでニューギンさんのスラパッチ第1弾となります。この台ですね、スラパッチなんですけど C タイムは搭載されてなく、その分出玉に振ってるようなので、出玉力ということを動画を通して皆さんにお届けしたいと思いますので頑張っていきます。それでは行きましょう。歌舞伎マスカテブリ。で打ち始める前にカスタムの説明しようと思うんですけど、こちらキセル激アツカスタム、プレミアアップカスタム、点撃バイブアップ、先読みチャンス。先読みチャンスと点撃バイブはもう入金さんおなじみで、震えれば 95% あって、先読みチャンス、まあ詳細は出てないんですけど大体 40-50% から先読みが出ればというイメージでいいと思います。でこちらキセル激アツはキセルが出たら大当たり濃厚になって、プレミアアップはラッシュの時にプレミアが絡みやすくなるのかなと思います。まあ最初はノーマルでいきましょう。さあではでは、スノパッチ出玉力に振ったスペック説明しようと思うんですけど、348分の1のタイプで SE タイプになってます。ラッシュ突入率は 55%、 55% が3000発プラスアルファスタートで、通常でも1500発もらえて時短なしで形になります。で右なんですけども、分かりやすく言うと近い機種で言うと無双4とかアクエリオンが近い機種形になるんですけど、まあ、トータル継続率は 80% で 33% が3000発になってて、でその3000発消化中にまた3分の1を取れば1500発が上乗せする形になります。1500と1500の 100% 継続を加味してトータル継続率は 80%、 S テージ体の継続率は 70% になります。で皆さん縄文突破帰ってきました。まずはね、僕ラッシュ入れたら皆さんお待ちかねの縄文突破というのを出したいと思います。で話していたら、注目演出の1個なんですけど、こちら大普遍もののこのランプが白く光ると先読みみたいな形で、これ赤く光ったらもっと熱いです。さあ奥村スタートです。今赤ふすまで来たんですけど、まあ、これ海外みたいな感じで締まるふすまの色白赤黄ってあるんです。赤で大体 30% ぐらいです。結構熱いぞ。連符で技術戦開けたらトータル 20% ぐらいですね。ちょっと長めなんですよね。これキセルとか出たら最高ですよ。もちろんね、金が熱いんですけど、まあ、金でなくてもリーチ次第と全然当たる形ですね。あー、疑似さんで使っちゃうかな。あとゾーンとかもあるんですけどね。ここから消えててくるパターンですね。キャラリーチ、あ、歌舞伎チャレンジね。歌舞伎チャレンジ、あの救済演出みたいな形ですね。この後襖閉まって出てくるかどうかの折なんですけど、今のはもう出てくるよって言ってくれてるんでありがとうございます。トータル 22% ですね。イメージ的には新型の刑事の古代のキセルボーナスチャレンジみたいな形で、歌舞伎もの全部揃えたら大当たり濃厚です。これね、あのいろんな動画見たんですけど、最後まで行ってどうかっていうよりかは、青はここ突破するんですけど、この次が大事で、ここで失敗することが多いんで、僕なんとなくここ突破したら熱いんだと思うんですよ。ここ突破できるかすっごい大事だと思うんですよね。さあ頑張れ緑。ボタン赤のチャンスアップもあると思うんです。ここ突破できるかどうか。ここ、あ、やっぱここで落とされること多いですよね。今のとこ突破できるかすっごい大事だと思います。
さあそれではですね、改めて注目エースのお話ししたいと思うんですけど、まあ、ケージといえばです、セル演出出ればノーカスタムでもちゃんと 75%。 先ほども出たんですけど、こちら大不変ものっていうパネル柄あたりについたんですけど、これがいわゆる入賞時フラッシュの形になってます。白でだいたい 13% なんですが、意外とね白でも大技で絡んできます。で赤だったら 56%で、これ先読みカスタムしてたら詳細も出てて、白で 46%、 赤で 70% と、まあ、よく大当たりに絡んでくるなという演出です。そして一刀両断から歌舞伎御免演出、まあ、これはいわゆる花の刑事シリーズなので4武将リーチが残ってるんですけど、4武将リーチからの強、まあ、パターンに行くかどうかの煽りですね。これが取れたら、まあ、信頼度アップって形になります。そして無法タッチ演出、まあ、分かりやすく言うと刑事シリーズの刑事ボタンがタッチに変わりましたって形で、まあ、これで何が出てくるかになるんですけど、スペシャルカットイン、キセル関連、赤保留、刑事保留、極み歌舞伎ゾーン、モノノフ、X ゾーンになります。漆黒とかでもそうだったんですけど、スペシャルカットインがねちょっと残念な形で、それでも 50% はあるんですけど、出てきてもないなと思うのはスペシャルカットインと、あと極み歌舞伎ゾーンが 50% 台、それ以外だったら 60% 超えてくる形になってて、そこから刑事保留が取れたら大当たり濃厚って形になってます。ニューギンさんといえばの天劇バイブ、カスタムしてなければ大体 60% で、カスタムしてれば 95% の信頼度があって、まあ、意外と、まあ、なくても当たるんですけど、大当たり3回に1回は絡むかなぐらいなイメージです。僕もですね、これ昨日全国導入で、昨日僕打ったんですけど、見れてない演出もたくさんあるので、まあ、初見な演出もあって説明しきれるかどうか不安なんですけど、で一応勉強もしてきたんですけど、少しでもこの動画で説明うまくできて、あ明日打ってみようかなと思っていただけたら幸いです。新演出もね、いろいろ入ってて、回線リーチとか新しいリーチも入ってるんですけども、まあ、主なメインルートは4武将リーチの後半ですね、武将ストーリーリーチって名前なんですけども、そちらと、あと刑事が出てくる最強リーチと歌舞伎御免リーチ、そこら辺も出せたらバンバン説明したいと思うんですけど、いかんせんね、あの演出の引きって時の運なんで、都合よくいて出てくれたら苦労はしないですけどね。はい、いい質問ですね。ありがとうございます。花の刑事シリーズは代々キセルはリーチ後の発展のふすまの前なので、目安なんですけどリーチかかります。ダカダカダ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 ターンでキセルが入る形になりますので、発生タイミングの BGM を覚えたらここってなります。昔の人は多分体が覚えてると思うんですけど、ふすままで行っちゃったらもうキセルが出ることはないんですが、新花3であったキセルカットインっていうのがまだ残ってて、ストーリーリーチ中にノイズが走ったら発生のチャンス、発生したら大当たり濃厚なので、まあ、キセル演出は出ないんですけど、ストーリーリーチ中に限りキセルが出る可能性がまだあります。2枚目いきます。4武将リーチにも行ってないじゃん。おお、これさ、赤フラだよね。うわー、天気前も来た。これ超熱い超熱い。50% 超えてる。さあ赤保留に変わるかどうか、無謀タッチも欲しいですね。国境来、これ激圧取られたら大当たりの攻です。うわ、斬撃だ。これチャンスアップの影響事例ですね。これ白崎のあの白い衣装だった場合はチャンスアップなんてめちゃくちゃ熱いです。あ、キラセット2本もある。これ100までいけたら激圧です。行くんじゃないかな。現在僕100までいったら当たりますよ。でもその時、いや、あ、キラセット、お、天撃来た。何これ。あ、キラセット前だ。あ、こうやっていくんだ。めちゃくちゃ熱い。79%あるんじゃないこれ。うわ、ドギモンで来ました。さすがフリーズ。うわー、かっけー。これでもう 79%。 あ、もう全部金だし、もう中押し、もう100いくでしょ、これ80。え、いかないの、もしかして。80なんだ、100じゃないんだ。さあ、どこ飛ぶか。1先輩もう一刀両断いくのかな。大からんぶもチャンスアップですね。赤フツも OK。 うわー、来た、最強リーチ。これテロップ赤チャンスアップあります。この刑事優しいから見てください、言い方。
しいっすよね、マジで。まあ、トータルも80パーあるで、これ。うわ、初当たり、これ最強リーチ、いいな。あざっす。さあ、ここで55パーを僕は取ってるのかって話なんですよ。昇格パターンまず2種類あって、このあと1500っていう数字とともに音が鳴るんですけど、その BGM が消えた時にフリーズするかどうか、この音消えた瞬間ね、ドゥン、おっ、ゴー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 、ラッシュ取ってました。さあ、これで3000発いけます。総投資が15,500円、全然潜れる。あれ、今日の出力早いじゃないですか、これ。いつも初当たり取れるのに手こずりますけど。さあ、ここから何をするかというと、この3000ボーナス取れましたってなったら、次の2個目ですね、2個目の1500が取ってる最中に3分の1を当選できたら、さらに1500個増えていくので、初当たりでラッシュ3000発取れた時点でそのチャレンジを受けれます。今フリーズで入ったんですけど、もう一個のパターンは1500発消化中に剣が刺さって一刀両断ボーナスに昇格するパターン、初当たり時の昇格パターンはこの2つのルートになります。刀を刺すのはこの3000ボーナスもやること一緒で、刀が刺さってくれたらそこで1500発上乗せになります。で、ここ大事ね、これ入れた瞬間で3分取ってるよ。刀がマックス4回だったっけな、4回刺さ煽りをしてくれたらもう濃厚で、刺さる本数煽りが多いほどチャンスだそうです。違和感があったら濃厚で、これが刺さればいいので、今列って出るんですけど、列の時に数字がなかったりしたら上乗せ濃厚みたいです。列でこれ光ってくれたら刺さるかもチャンスになります。今2本目、8ラウンド目でもね、煽り来たんで まだまだ分かんない。刺さってなおえさん、あ、3本目くっくんじゃない、あ、3本でもダメ、結構熱かったですけどね。はい、で今モード3つあるんですけど、小雪さんモード、このモードが、縄文突破見れます。小雪さんモード、クセルモード、一戦モードって3つあるんですけど、小雪さんモードっていうのが即当たりプラス縄文突破を楽しめるモードで、もう1個クセルモードが即当たりプラス刑事を見つければ黄金クセルのリーチで気持ちよく当たるモードで、もう1個が一戦モードって言って、先読みチャンスモードで先読みが出れば当たりのモード。今日全部やりたいんですけど、とりあえず縄文突破一緒に楽しみたいので小雪さんモードでいきます。今回のモード勘違いしててほしいのが、3つあるんですけど、ベースの演出は即当たりメインで3つとも同じです。演出の一部がちょっと変わるよっていうイメージでいただけると大丈夫かと思います。で、右打ち大当たり確率 99.9分の1のフル抽選になってます。時短回数が120回転、まあ、このうちに99分の1を引ければ OK って形ですね。大当たりした時の、32.5% が両断ボーナスで、残りの 67.5% が1500発になります。で、3000発の合図は、まあ、フル抽選なんで、まあ、列に入れるまでは分かんないんですけど、入れてすぐ秀吉の大義であったが来るか、刑事が杯持ってどうぞってくれたら3000になります。では皆さん、久しぶりで縄文突破楽しみましょう。もう赤系出たらもう安心してください。早いな、99分の1引けばいいのよ。2、3個もなかったじゃん今。新曲だけどちょっと、あ、いいよいいよ。今のが縄文突破の煽りです。これ続いて縄文到達いけ、3回折ってもダメなんだよねこれね。殲滅保留で大体 10% ぐらい、赤保留だったら終わったり濃厚です。怖い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 。刑事が出る場合は焼き物の前に刑事がいるイメージです。とりあえずこのモードは縄文突破が見れるまで一応このモードでいきます。縄文突破というよりは縄文到達ですね。このモードよく点滅当たってくれた。本当に滝闇関係赤以外なんか 10% とか 15% ぐらいなんですよね。いってみよう。
一回継続できたら大丈夫かな。3、2、1、はい、0。あーわー、もう1までいったら当たってくれよ。あ、いいよいいよ。どう？オッケーよく、これで、十分到達できるかどうか。あー、ホラー街なんないとね。赤以外の演出の心霊度大体一緒なんで、どれくらいもとりあえず期待はできるんですよね。タッチエースどう？あー、タッチ来なかった。あー、縄文もうお願い、縄文到達して4500発はさー少ないよ。あー、ダメだ。ちょっと縄文到達エース出るまで子供と頑張りますわ。次当たってもまあでも持ち玉できたんで4220個手持ちで持ってますけど、ちょっとこれ不甲斐ないですね。あ、ディフェンド後期だって。緑ホールどう？あ、ケージのね入れ身が欲しかったですね。で3ラインじゃなくて4ラインじゃないと弱い。全部全部、あ、赤ハテナ連部で。あ、待って、斬撃いったじゃん。ちょっと熱いっす。1本もない。あ、バイブします。え、待って、白鷺じゃん。え、当たる俺ものすごい尻上がりですよ。僕昨日斬撃何回か入ったんですけど、こんな簡単にいかなかったんですよ。白鷺、うわー嬉しい。もうこれはもらったと思っていいと思うんですけどね。もう100円580かな。さあ同行へ飛ぶ。また最強列車がないかな。5点敗よ。桜フェードからの福島金が赤いね。あ、そっか、今琉球モードだからか。専用エースですね。バーサスカルロス、このリーチ待ちです。あ、いい。でこれ今レッドさん、これショーなんですよ。これが10とか台までエフェクトいけばチャンスアップですね。あ、金じゃないこれ。あ、金当たり当たり早っ。これ台の見分け方は文字が下まで来れば台です。で大体真ん中まで来るのがエフェクト中、多分点撃ですねこれ。はい、ありがとうございます。残り3149個、まま増えたぞ。いやー55パットで、お願いします、フリーズしてくれ。はい、うわー1500だとラウンド中に勝てなさせるかどうかですね。けどこっちの昇格の方が打ってて多かったです。もう2ラウンド目ぐらいから刺さって、早く来れば来るほどいいんですよ。刀いっぱい煽ってほしいから。うわー弱い。2ラウンド目3ラウンド目で刀煽ってこないと怖いっすこれ。1本でゲタゲするのかな。はい、1本目もう刺さっちゃい、お願い、怖えー。1本で終わり。はい、2本目刺さってくれ。いやーもうラウンドないじゃん。もう日本でダメか。ここであるんですかね。見てみたいですけど、この後とか全然通常の画面。あー、やっぱ2連続ラストがなんなかったですね。でもいろんな当たりを見てできててよかったです、まあ、いつもね、僕の動画見てなくて砂場の刑事だからこの動画開いてくださった方もいらっしゃると思うんですけど、刑事ってまあ昔からシリーズがあって、僕ぐらいの世代だと新花の刑事の初代ぐらいから、まあ、新花の刑事シリーズと花の刑事シリーズ一応分かれてあるんですけど、今作はいろんな刑事シリーズの過去作から結構引っ張ってきてて、役物としてはないんですけど液晶上で支局だった2世のあれが複合したりとか、あとこの背景も蓮だったかな、いろいろ過去作から引っ張ってきてるのもあるので、まあ、歴代刑事を打ってる方は、あ、これ実はこの演出だよねとか、リーチ中のセリフだけ切り取って出てるとかもあるので、あ、これこの刑事だなって懐かしくなれることもあると思います。まあそういう楽しみ方をするのもこの刑事はありなんじゃないかなと思いますね。お、これ今のどこのシーン、雲の彼方にの松風の子供を撃っちゃった時のストーリーリーチ一部シーンとか、こういうとこです。
え、お風呂入ったけど。いやでも関係ないか、保留変化ダブってんの。刑事シーズンないっすもんね。一応認証時白入ってます。さあここが本命。え、テンパっちゃうの。これはさ、刑事いて、あ、いないし、誰出るかな。オフステマル岩部誰か。え、あ、ステマルか。ここ顔直すのしよ。ここ赤ルートがあれば、あ、チャンスアップ。じゃ左で、でゲジレン、よかった。よく積んでいこう。なあ、バクさんだ。ギジさん震えないかな。適正入んないかな。あー、震えない。あ、タッチ、何来るかな。反応しねえ。え、反応したか。え、プレミア。あー、キセルコです。何出たんだろう。でも保留変わってないかってことはスペシャル買ってるからね。なんで反応したかったの。スペシャルカットインだったら50%あります。うわー、サナダかい。でもスペシャルカットインだとしたらこれ強ルートあるかもしれないな。剣刺されば発展濃厚。剣刺さろうとしてないですね。あ、これこれ、チャンスアップあった。刺さったね。一刀両、どこにも注目演出ですね。 OK。 さあ、ここから注目するのはレスのカットインが入ったとしたら大きさですね。もう連だよね、これ。ラッシュの時にスタリアで焼き物勝手に最終回で戻るから復活かと思ったら全然復活しないっていう。みんなを騙したあの焼き物です。で、これ金になってくれた時点で当たりです。1回の勝だけこれ 10% しかないんで、なんとしても10までいってほしい。あ、大じゃんこれ。あ、スリッパじゃん。え、熱くなった。点撃になって、点撃来い。 OK、 いきます。よっしゃー。あの大が熱いんすよ。てか早発当たり108回だよ。てかあれで何が出たんだろう。ごめんなさい、あれ薬だったのかな。反応しないってあるかな。さあ3でいこう。フリーズ。あー、1500。刺しましょう、刺しましょう。僕当たったことよりもあのタッチで何が出たか気になって夜も眠れない今日。あ、いいね、いいね、いいね。初っ端だから刺されようとした。このパターンいいですよ。あ、2連続刺されるパターン全部入ってんだよな。あ、でも今2ラウンド連続で刺さろうとしたパターンって僕結構熱いと思うんですよね。引かれ。あー、ここで、よしよし、3番目、刺さってお願い。うわー、マジで次煽ったら濃厚です。3本結構熱いと思うよ。復活ないのかな。いや、ごめんなさい、これ人間ですよね。いや、見たかった。クリームマンだったかな。売ってる機種がね、ライオン8なんでね、いつ当たるかは分かんないですけど、せめてね、もう一回ラッシュやりたいですよね。縄文突破リベンジはしたいな。なんと持ち玉なくなりまして、296回転まで頑張ったんですけど、現金投資戻ります。もう3枚目ですよ。確率分母今日初号です。3枚目です。頑張れないかな。まあそう簡単にも入るゾーンではない。え、元気になってきました。3つ目、ダンスルフラッシュ。あ、いっぱい上がるのも OK ですね。あ、オタクホもこれ2人パターンがいいな。ケージいてくれたら歌舞伎ゾーン飛べるんで、集中線赤かどうか結構注目ですね。ここ、あー、白い。でもケージいたり下、 OK、 歌舞伎ゾーン。さあさあさあ、こっから昨日は極みまで上げましたから、
行ってみましょう。全然足りない。緑保留、全部上げます。 OK。 ここで欲しかったんですよね、アイコン。電撃バイブ、あとキセル待ちだ。なぜ青い、あ、色上がったか。陶器ここ、おーっ、キセル来た。話が一気に変わる。いや、この初代初代チックだ、キセルかっけーな。キングスマがいいな。じゃあストーリーって白だろ。え、もっと、え、不安でしかないんですけど大丈夫かな。いや、キセルやっちゃってたよ。いや、これ赤カットインで頼むよ、最低でも。はい、背景の文字は赤、刺さる。じゃあ赤カットイン。なんで、キセルの無駄遣い、もしかして。いや、キセルを信じましょう、皆さん。止めましょう、止めて。復活のパターン見れるんじゃないですか。いつもと変わらないですけど、ご入ってきます。極め歌舞伎と無法タッチが出て、ラッシュに入って縄文突破を成功し、そこから大連射で大まくり。そんなことを願いながら読まんでいきます。曲変えてみっか。あら、あら、いいよ。大西洋平さん紹介しましたんで、これは、あ、いいですね。万華鏡連舞で、もう一発。万華鏡で下地さんいったら、普通で下地さんいく、ちょっとだけ、ちょっとだけちゃうんです。 1% ぐらいですけど変わります。さあ、歌舞伎小野さんかパワー。あ、歌舞伎ごめんね、お西洋平さんお願いします。陶器キセルだ、キセル来い。ほい、あ、でもいい。リーチ後の発展のこれ、あの漆黒みたいな。で、赤堀かおんない、緑の森か。ああ、ダゼさんにダメ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 。オッケー、超えて。オッケー、十大西さん助けてください。さあ、きた。やっぱ曲変えるって大事。テロップ赤だったらほぼもらってるもん。いや、いいよいいよ、しょうがない。大丈夫です、よかったよ。いや、変えた一回転ですよね。やっぱやってみるもんだな。いや、ご飯食べて何回転やるんですかね。もう淡々ってきて 55% ですよ、突入率。プリーズして安心させよう、お願いします。来い、よし。オンリースタートでペッパーランチ、ありがとう。さあ、始まりますよ、ジャンプ逆襲で。まだ3連発のあの連撃取れてないんで、もう初当たりから取っちゃいます。で、モーダーは攻撃者モードで、まず縄文突破、皆さんにお見せしたいと思います。さあ、これで最初は1500発取りました。こっからです、レッツ行きましょう。3ラウンド目ぐらいには来てほしいですね。しっかり、あ、来ない。刑事多い気がする。来た、刺されば、うわぁ、3分の1ですからね。あ、でもいい。こっからとりあえず3分の1で3000発連発させます。行きましょう。2、1、来い。そう、そう、縄文にトラバレしてくれ。ホラガイすごいじゃない。 OK、 いけ。あー、ホラガイ1回だったか。違うんですよ皆さん、本当これ、こんなもんじゃないです。
ナッシュ平均価格だと8000個あるんで、全然僕今日下手なだけです。いやでも現金投資ストップしたらでかい。悔しいけどすぐ当てますわ。今日ケージ打ってまして、残り持ち球も500発ぐらいで、投資もねそこそこいっちゃってるんですけど、まあやるべきことはラッシュに入れて、今回はほぼ2スルーしてるようなもんなんで、楽しい瞬間をお届けして自分をまくって、明日皆さんがぜひケージ打ってみようかなと思っていただけるような展開で最後まとまればいいかなと思います。ああ財布の中のいくつがもうなくなりますわ。もうもう5枚目ですよねこれ。鬼翔平さん、また力を貸してください。鬼さん打法しよう、新曲で。おお鬼さん緑ホールあるよ、頼むよ。よしよしよし、いい展開。さあ八雲の2回、連部でしょ。あ、連部じゃないの。赤ボタン、ナイス。で、ケージでここでゾーンがいいな。連部です、連部か。さあ次、おお、手を拝借。次はよろしくお願いします。はいはい、キセル。さあ一番嬉しい。アイコン取っても、キセル直径にしても、どっちもちょっと変わりません。おお、これもらった。あ、もう一回来んの。2個出たらさ、お手のごとく。これスペシャル買って、これが一番残念なパターン。50%勝利。当たり当たり当たり、やっていいかな、いきます。あ、外れた。あ、全然違った。勝利って大台濃厚だけど、ラッシュまではいかないのかな。まあ情報ですね、分かんないですけど。あ、直江殿。さあ赤テロップ、ガタガタ入んないですかね。いろいろね、直江殿多分今日は当たりの最終戦かもしれないから、どっちも刺さるかな。あ、見せれなかった。まだ分かんないけど、赤カット今まで来ないかな。いや、当たると分かってから喜びますよね。そう、デフォルト流れるの1個目か。いや、これどっちなんだろう、勝利。でも、お手を拝借、良かったです、無法タッチ。さすが、直江さん。これでラッシュ入れて全てを見せしましょう。さあ、来い、頼む。よし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 、3座目の正直だ、これは。よかった、お手を拝借できて。多分刑事ボタンも1変動で2回出たら当たりだったんで、今回も1変動に2回出たらば当たると思います。断然結局相当して4万1000円でしたね。全然取り返せる。いやー、でもよかった、ちゃんと当たるクセルも見せてきて。ほっとしました。さあ取れ、サムチ松風スタート。はい、刺され。じゃあ次もう一丁。あ、違和感違和感、吸ってなかった。刺さります。やった、一個まず置いていきましたね。いい音、数字がないのすごい違和感でしたね。で、ここで今サムが取れたので、1500上乗せして、また入れた時にまたサムの手取ってれば1500上乗せする形になります。ここでまたサム取れば1500上乗せなんで、また刀刺されるって感じですね。次ロックセーブ出しましょう。3ラウンド目までこれ怖いですね。あ、来た、ぶっ刺さらない。背景が赤とか違うもんね、多分。春麗、虎から来てるじゃん、虎から来てるじゃん、春麗。さあ9ラウンド目と10ラウンド目はまだ見たことないですね、太田の。次やるべきこと皆さんにお見せします、縄文突破で。これで今日ね、1万発まくれたらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。絶対まくります。 OK、 とりあえずセーフ。もう一回やります。来い秀吉。あ、
こんなことな。これ正マイクです。ただこれで最高出れますね、少ないですけど。さあ行こうよ、縄文だよ。一刀両断並べるんだよ。もう一丁、はい、ドーン。ほら、がになって。いや、まだまだ縄文に到達していない。最後ケージどうしてだよ。いやー、見せたいものが見せできない。まあ、今の状況は投資が116玉貸しなんで、多分ちょうど投資満発ぐらいかな。で、持ち玉が今4260個、すいません、トイレ行ったんでカード持ってくために全部カード入れたんですけど、4260玉で初当たりが5回。まあ、初当たり優秀です。で、パッとしないラッシュが3回。それではこの後のこの展開がどう転ぶのか、動きがあったところまで飛ばしましょう。その時までさよなら。お、万華鏡、オッケー、水さん飛んでくれ。連符、よーし、こっからいろいろ重なりやってくれ。大きくタッチ、何来る、ゾーン来い。あー、スペシャル買っていけば、でも一応50パーある。後期来てる、よし、スペシャルカットインとキセルあるぞ。あ、赤森がいいな。あ、まあ緑森、ストーリー行こう、ストーリーいらないよ、違うよ。あ、タイトル、うーでもスペシャルカットインもあるんだよな。これ全力で刺さること待ちましょう。刺さって、まだまだチャンスアップがなさすぎる。はい、後ろの文字赤で、いやー白いのかよ。お願いだから赤カット以下刺さってね。よくよく、あったあったあった、70パール。このパターンならあります。これはこれをもらったと思う。じゃあ逆にまた背後が3つ揃ってドーン、よし大丈夫。もう雲の彼方にもそうでしたよ。よかった、334回で持ち玉、2172玉残し、こっち289玉あります。さあ勝利したい、頼む、50個も引いてくれ。ドゥン、よし、もう戦っちゃった、ありがとうございます。力入りすぎちゃった、ごめんなさい。いや、ここは今日うまいな。もう決めよう。そうな、ここは取れるんですけどね。もう初当たりも取れて、振り分けもここ取れるんですけど、右の引きがね終わってるんで、ここで解放したいですね。今日連チャンするはずだった分、全部ここで解放だ。まず列打ち込もう、3分で揃おう。さあ12、 OK、 こっから刺さっちゃって、もういきなり刺さっちゃおうよ。ここでね、まずね、1回捨てるとだいぶ楽なんだよ。はい、さあ、あーよ、3本目刺されたー。あと1本次やおったら刺された濃厚コウモリ、あ、やった4本目濃厚バッターと今かですね。よかった、一刀両断、ありがとう、一刀両断。2ラウンド目から OK ですね。刺さっちゃえば、伊達っち5本6点、さああと4本、怖い、あ、3本目刺さって、さあ惜しい、え、乗ったよ、9ラウンド目でも来るんだ、これおもろ。僕もさすがに9と10ラウンドないと思ってました。6000、あ、気持ちよすぎる、これやばい。7500目指しましょう。
いやーこれ9ラウンド目の差がおもろいな。そこまで期待していいんだ。あ、乗った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 。待って、やばい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 、乗らせばきっと、やばい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 、え、どうしよう、なんか今までの引き爆発してる。これでもう縄文だったらもう言うことないっすよ。ここまで頑張ってよかった。これはさあ一刀両断。いや、ここまでいったら万発見たいっすよ俺。7号まで来ましたよ。さあ3ラウンド目。あー追ってない。もうエグーとなれ。一本でもあの歌でいいんだ。泥目。あー来ない。5ラウンド目も来ない。おっと、ここ通ってたら次回ったら万発なんですよ。一撃でジャッジしてないのに。あっ、いいじゃない白崎。あー白崎ダメ。8ラウンド目来た。刺さる。あー、まあ次もあるから見たんだよ。9ラウンド目直目殿来ない。10ラウンド目はないのかな。ここは50まで7000まで一撃です。さすがなかったか。大気であっていただきました。皆さんにお届けします。この台のいいところは今1個目お伝えできたんで、次城門よ。ホラガイの音が聞こえたらもう城間目の前、俺を男にならせてくれ。頼む城門連れてって。1から始まる。もう角田さん助けて。バリアへ90。なんでこんなにラッシュが下手なの。プラスになりましたけどね。7600。なんでこんなラッシュ下手なんだ。ちょっと自分の引きに落ち込みますわ。初当たりめっちゃ良かったのに。はい、今ですね全部終わったんですけど、9697玉で僕の投資が9512発ですね。100個ではありますけども、無事まくることができました。右の演出っていう部分で縄文を出すより難しいことをしたつもりではあるんですけど、結果的に、まあ、縄文出なかったっていうのと、まあ、右の側当たりの部分の当たりがちょっと少なくて、ちょっとどうなのかなっていう部分もあるんですけど、今回は通常時は結構ご説明できた部分が多かったので、次の段階力の方で右に特化した回を作れたらなと思います。本当に今回ギリギリの戦いで100玉プラスの勝負になってしまって本当申し訳なかったんですけど、信頼これ動画ここで終わって待ってくれてるカメラマンに素材を渡して編集してもらおうと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。ブラックラグーンの信頼が出たってそれを撃たない俺にはそいつが我慢ならねえ。2分の1ですからね。なんだって、いきます。おでかラグーンボール。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。